自民党が党大会を開き岸田総理大臣は4月の統一地方選挙や衆議院の補欠選挙での勝利に向けて結束を呼びかけました今後の国政にも影響を与えるかもしれない大変重要な選挙です何としても自民党の議席を皆で力を合わせて守り抜いていこうではありませんか 党大会では幅広い支持層を獲得するため連合や友好的な労働組合との連携を強化することなどを盛り込んだ今年の運動方針を正式に決定しました。